沖縄県の鉄道沖縄県の鉄道では沖縄県で現在運行されているあるいは過去に運行されていた鉄道、軌道路線などについて記述する沖縄県における軌道系公共交通機関は2003年に開業した那覇市内のモノレール沖縄都市モノレール線が唯一の存在であるが戦前の沖縄本島には軽便鉄道や路面電車 馬車鉄道が存在していた。また、砂糖機ビ運搬などを目的とした産業用鉄道も、南大東島をはじめとして各地に存在した。沖縄県内で初めて鉄道のレールが敷かれたのは、南大東島で1902年、明治35年に、手押しトロッコ鉄道が完成している。また、1910年、明治43年には、沖縄本島でも、 サトウキビ運搬用の鉄道が入りされている。運輸営業用の本格的な鉄道路線は、1894年、明治27年から、県外の資本家などが沖縄本島内での企業を相次いで出願しているが、そのほとんどは却下されたり、あるいは資金力が伴わずに、計画倒れに終わっている。民間による鉄道計画は、明治中期から、 幾度となく計画されては、挫折を繰り返していたが、1910年、明治43年3月に、沖縄電機起動、後の沖縄電機が特許を受けた、起動不設計画は唯一実現する運びなり、1914年、大正3年5月に、運輸営業を行う鉄道としては、沖縄発となる、路面電車が、大門前から、首里館に開業した。続いて、 半年後の11月には、東海岸側の西原にあった、佐藤木尾運搬鉄道を拡張す形で、沖縄神社軌道、後の沖縄馬車軌道の夜な原る大将那覇間が開業した。一方、明治時代の民間による鉄道計画の大半が挫折したことから、県営による鉄道不設の機運も高まり、沖縄神社軌道の開業から1ヶ月後の12月には、 沖縄県営鉄道が、那覇与那原間を結ぶ軽弁鉄道開業させた。なお、1922年、大正11年に成立した、改正鉄道不設法別表には、同法が廃止された1987年に至るまで沖縄県の路線の記載はなかった。大正末期には、県営の軽弁鉄道が那覇を中心に、かでな、与那原、 糸満を結ぶ三両線を完成させ、沖縄電機も路線を延伸。さらに、那覇と糸満を結ぶ糸満馬車軌道が新たに開業し、沖縄本島の鉄道は最盛期を迎えた。昭和時代に入ると、沖縄本島では道路の整備に伴い自動車交通が発達し、鉄道はバスとの競争にさらされる。県営鉄道は、軌道車、 ガソリンカーを投入するなどして対抗するが、沖縄電気の路面電車と糸満馬車軌道は利用者の減少で廃止に追い込まれた。この結果、沖縄本島内の鉄道は、沖縄県営鉄道と沖縄軌道、旧、沖縄馬車軌道だけとなるが、両者とも太平洋戦争末期の沖縄線の直前である1944年、昭和19年から1945年、 昭和20年に運行を停止し、鉄道の施設はミスによる因果事故や空襲、地上戦によって破壊された。アメリカの統治下に置かれた後は道路の整備が進み、沖縄県営鉄道と沖縄軌道は復旧されることなく消滅した。各地に設置された産業用鉄道も同じような末路をたどったが、南大東島の佐藤機美運搬鉄道は唯一復旧し、 1983年、昭和58年まで使用されていた。一方、沖縄県が日本へ復帰した1972年、昭和47年頃から、那覇市を中心とした地域に、機動系公共交通機関を導入する構想が持ち上がり、2003年、平成15年8月に、運輸営業用の本格的な鉄道をしては、戦後初となる沖縄都市モノレールが、 那覇市内に開業した。2005年、平成17年12月、政府は、普天間飛行場のキャンプシュワブ沿岸部への移設に合わせ、沖縄本島北部の新進工作を策定する方針を固め、那覇市と名護市を結ぶ鉄道の建設などを盛り込むと、検討している。なお、1975年、昭和50年から1976年、 昭和51年に開催された沖縄国際海洋博覧会沖縄海洋博では会場内の交通機関として新交通システムが導入され沖縄国際海洋博覧会協会が期間限定ながら起動法に基づき旅客運送を行っていた1914年大正3年12月に夜なば線の名古屋夜なばが開業その後 大正末期までに、カデナへ向かうカデナ線や糸満に伸びる糸満線も開業した。太平洋戦争末期の1945年、昭和20年3月には運行を停止し、戦後は復旧することなくそのまま消滅した。京都の西賀電機商会を経営していた西賀東吉が1909年、明治42年に沖縄電機を創立、続く1911年。 明治44年には沖縄電気軌道を設立して那覇と首里を結ぶ路面電車を計画し、1914年大正3年5月に大門前から首里間、1917年大正6年9月に大門前引く通り道館が開業した。しかしバスの台頭によって輸送自民が減少したことから1933年昭和8年3月に休止となり、 同年八月に正式に廃止された。元々は西原にあった製陶工場に佐藤機ビを運搬するためのトロッコとして計画されたが、製陶機を除くと使い道がなかったため旅客運送を主目的とした機動会社を別に設立したもの。九百十四年大正三年十一月にヨナバル大正那覇館が開業し、九百十六年大正五年十二月までに 与那原合わせ完全線が開業したが、戦争が激しくなった1944年、昭和19年の中頃には、客車運行を停止しとみられ、戦後は復活することなく消滅した。那覇市と糸満市を直線的に結んでいた馬車鉄道で、1919年、大正8年6月に柿花地波間が開業、1920年、 大正9年5月までに全線が開業した。その後バスの台頭で競争力を失い、1935年、昭和10年10月に運行を休止。1939年、昭和14年11月には、正式に廃止された。1975年、昭和50年7月20日から1976年、昭和51年1月18日に本部長で、 開催された沖縄国際海洋博覧会では、神戸成功所が開発した新交通システム KRT が会場内の交通機関として導入され、財団法人沖縄国際海洋博覧会協会が起動法に基づき期間限定の旅客運送を行っていたもので、厳密に言えばこれが戦後初めて沖縄で鉄道放棄が適用された鉄道路線であり、 日本初の新交通システム営業路線でもある。産業用の鉄道を含めると、沖縄県内で初めて鉄道のレールが付設されたのが南大東島である。現在では南大東島佐藤鉄道や南大東島のシュガートレインなどと呼ばれている。島内を環状する線路と港などを連絡する線路で構成され、軌道延長は約 30km に及んだ。 佐藤希美の他旅客も、便乗扱いで運んでいた。南大東島は、明治中期まで無人島であったが、1900年、明治33年に、玉城商会が、同島の事業権を得て開拓が始まり、1902年、明治35年には、政党の始まりとともに、トロッコ用鉄道が完成している。同の事業権は1917年、大正6年に、 東洋政党二条とされ、この時 762mm 期間に改め期して本格的な佐藤機備運搬鉄道となった。なお、東洋政党は1927年、昭和2年に大日本政党と合併している。南大東島は太平洋戦争で米軍の空襲や艦砲射撃にさらされて鉄道も破壊されたが、戦後は1950年。 昭和25年に発足した大東東洋が鉄道を復旧し、再び鉄道による砂糖機ビ輸送が行われるようになった。しかし、1983年、昭和58年春の製陶期を最後に鉄道の使用を中止し、1984年、昭和59年からはトラック輸送に切り替えられている。車両は 762mm、回帰時に、 蒸気機関車を導入し、戦後は1956年、昭和31年にディーゼル機関車を導入している。現在、南大東島には蒸気機関車とディーゼル機関車、客車、貨車が保存されており、沖縄本島でも那覇室ボ川東公園、沖縄県営鉄道与那原線、那覇小歯倉間の線路跡付近を再開発した地点にディーゼル機関車が保存されている。 当該から最初に放納したのは元藩事で市民オンブスマン、作家の石田城一である。戦前には南大東島以外にも産業用鉄道が各地に多数存在したが、いずれもとみられる。沖縄本島では、現在の西原町、嘉手納町、糸満市を中心とした地域に佐藤機微運搬鉄道が付設され、このうち西原町のものは 後の沖縄軌道の原型となっている。先島諸島では、石垣島と宮古島に、佐藤きび運搬鉄道があり、西表島の炭鉱にもトロッコがあった。また、大東諸島では前日の南大東島の、他北大東島と沖の大東島に、林鉱石運搬用のトロッコが損した。また、遊覧鉄道が、メキシコ公園サラバンダ、ヨナバルテック、 富城九市公園に存在した。日本鉄道に関与した大久保利和などが1894年、明治27年、沖縄鉄道として、那覇首里与那原間の鉄道敷設を出願した。これが沖縄県内で初の運輸営業鉄道の計画と思われる。1895年、明治28年には建設区間を那覇首里与那原佐市機関に拡大して、 再出願するが、1898年、明治31年に却下された。大久保利和などは、上記の沖縄鉄道とは別に、那覇首里間の電気鉄道敷設も1896年、明治29年に出願し、1897年、明治30年12月に許可された。しかし、資金難で着工できず、1900年、明治33年9月に、 事業廃止を届け出ている。1906年、明治39年に、那覇首里間の電気鉄道付設を出願。続いて、首里オナバルや、那覇茶丹間も出願し、1907年、明治40年に許可された。しかし、資金不足のため、特許が失効した。名古屋中押艦 5.6km を結ぶ、馬車鉄道の計画。 1918年、大正7年3月に、軌道敷設が出願され、1920年、大正9年1月に特許されたが、資金不足のため、1921年、大正10年4月に特許が失効した。鉄道交通を失った戦後は、道路整備が推進されたが、1970年代に入って、経済活動が活発になると、 道路渋滞は目立つようになり、その対策として、那覇市内に沖縄都市モノレールが運営する沖縄都市モノレール線、ユイレールが2003年、平成15年8月に開業した。2019年には、浦添市内まで延伸される予定である。鉄道事業法による許可を受けたものではないが、ネオパーク沖縄、沖縄子供の国、三浜タウンリゾート、アメリカンビレッジには、 遊覧鉄道が設置されているほか、ナゴパイナップルパーク、フルート島オーシャンタワー、宮古島熱帯果樹園、マイパリには電磁誘導式カートがある。2016年4月1日に、宮古島のシギラリゾートに、ザ・シギラリフトオーシャンスカイが開業した。沖縄県発の鉄道事業法に準拠する、作動であり、鉄道ではないが、鉄道事業法による許可を受けた。 輸送機関としては、沖縄都市モノレールより西側、南側にあり、最西端、最南端となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。